Hello and welcome to my reaction to some more Other Stars, a clip once again. This is Sun Tenpo and the legendary Toilet Incident Other Stars, Yukiko Lobelu, Kishido Tenma, and Astell Leda. This was recommended by Alexandria, and you told me that's like one of the most famous Other Star clips. And then Tiki, Other Stars Weekly Rankings, replied by OMG, the Toilet Tenpo clip, fantastic. So I have high expectation of that. Never even heard of this, you know, but I guess not surprising since I had very little exposure to Other Star before deciding to check them out on this channel through my reaction. So, a toilet incident. Alright. Yeah, I don't know what to say. So this is by the channel. I can't read that. Reagan, I'm gonna assume that's just Reagan written in Japanese. Alright, so link in the description for the original video. Yeah, let's see if this meets my expectation of being something pretty crazy. So Astell, Lobelu and Tenma hung out during the New Year's and ate at the Output restaurant. Alright, all I can think of is bad shit. We'll see. Astell がまずトイレに行った後に、okay. 少しね、だからロベルと僕は二人だったから、I love her. 食べてたんだけど、ロベルズ outfit。アステルが戻ってきてないのに、ああ、ちょっと俺ももうちょっと行ってこようかなみたいなこと言い出して、そわそわしてね。てかね、いや戻ってきてから時間にして、多分ね、一分か二分かよ。多分本当にそう。僕が行ってからね。十、okay. 分やけね。僕視点の話をすると、アステルが帰ってきてないのに、ロベルがトイレに行きたがるから。もしかしてこれってもう僕と二人で喋りたくないのかなってちょっと思うぐらい、そんなことまで思ったの？なんかえだってさっきトイレ行ってなかったみたいな、すでに5回目ぐらいのトイレだったのね、もうロベル。そう、あのね、僕がそもそもトイレに行きたいって言う前にその前にロベルは行ってんのよ。そう、俺は何回も行ってた。しかも3回ぐらい行ってたからね、あれ3、4回ね。行った早いから、そういうの。 I also have a week later. I go to the toilet pretty often.And I also sometimes use the excuse of the toilet to get out of the conversation. Fair enough. Yeah, don't go to the toilet. Yeah, don't go to the toilet. Yeah, don't go to the ちょうど来たタイミングだったんだよ。その俺はそのアイスクリームが来るまでは俺もそのショーの手はずだったのね。ショーの手はずだったの。俺も。そう。あ、ちょっとでも行きたいなって思ったからこう行こうかなって思ったけど、アイスが運ばれてきた瞬間に視覚で冷たいものを捉えて。Oh yeah, you want to eat it first? お腹が痛くなってきて。Oh, okay. お腹痛いってなっちゃって、ね、こっからやばいんだよ、こっから。Oh boy, I see what this is going. アイスクリームが来た瞬間に、あ、It's going to blow the toilet. 痛いかもしれないっていう手はずがちょっと変わってきて、変わっちゃった。だからその時にもうその時に天馬にちょっと俺お手洗いに来ようかなってなってる単位よね、うん、そうそうそう、これは。で、ちょっと僕が寂しくなってたっていう。ちょっと天馬が寂しくなってるから、俺は本当に若干冷や汗が出始めたね。結構ガチだったんだよね。そうで、ガチガチだった。でその時アステルはお手洗いにいるわけなんだよね、うん、たくさん食べたから、うん、排出ちょうどね排出する時間、ね、排出時間だったな、うん、そうで、ね、でアステルがその中にいてで俺がこう席を立つわけだよね、うんうんうん、でさっきも言ったけど時間にして 1,2 分ね I don't think he shut himself I don't think this is where this is going 小説みたいだけど 1,2 分の出来事です、そこまでよ、ね、うん、本当でこう席を立って、うん、で俺ももう結構限界が来てるわけだよね。俺もなんかそのアイスを見ちゃったがゆえに、これ気抜いたら出るなって言ったで、これ、うん、一応あの席とそのトイレ間って、うん、まあ10メートルぐらい、まあ、距離はあったね、ちょっとね。そう、うん、まあでも全然あの声普通に聞こえるぐらいの距離で。もうそこからはね、もうアステルとロベルの攻防が始まるわけよ。OK。問題なのはひどい攻防がね。なんです、なんです、なんです、なんだね、アステル。問題いるの？他のお客さんも。Well, there's only one toilet. OK。そのお手洗いの間のところにちょうどいるのよ。お客さんが。Of course。ガチガチに食べとるんよ。いたね。で、いた。Of course。第一声。ドン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 。なんなんなん。
Usually in Western, there's more than one store, I feel like, but alright. やばい。しかも、それがでけえの声が。そんな席まで全然聞こえるから。あげてあげてあげてって声が。Damn. そのかなりね、もう間3、4席ぐらいあって、全然お客さんとかもいるし、なんだろう店員さんもね、なんか、いるところで。I mean, you need to go, you need to go. あげてーとか聞こえてきて、僕は下を向いてた、もう席で。これはやばい。Fair enough. Relatable. I get that. I hate when I'm in a group and someone is being announced. その時多分俺のまだ危険性、俺のその危機感に多分察してないから。ふざけてんのかなって。そう、ふざけてんのかなぐらいのテンション感だったよね、最初ね。そう、だからアステルも、僕まだ入ったばっかだよ、みたいな感じで。まだ無理だよって。もうただ、俺そんな声、そんな声すらも聞くと、あ、俺入れないんだってなってくるじゃん。あ、このドアって開かないんだってなるじゃん。そうするとね、またお腹がキューって締め付けられてくるの。結果出そうになるのね、あるよね、そういう時で。でも、安心感がなかったのに。そう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 。それが叶わなかった時にさ、直前でね、叶わなかったから。一気に来るよね。いやいや。わかるわ。そんで、もうなんかね、いろんなね、ことがね、頭に浮かぶの。Breaking the door。年末だなとか。3店舗の3人で楽しくご飯来てるなとか。俺でも今、漏らしそうだなって。走馬灯なの？死ぬ人じゃん。そう。でも、一個あったよ、選択肢の中に。このまま漏らしたらどうなるんだと。That's, yeah. 最悪ね。これ最悪のケース。That's what you think every time that happens. もう、一人だったらまあいいと、別に。ただ、この後もあると。二人と話すアイスを食べる時間もあるんだと。確かに。となった時に、これ漏らしたまま帰るのは良くないなってなって、で、俺はやっぱ目の前の開かない扉に、懇願したわけだね。アステル開けてくれ。そう結構本当に結構してたよね、しかもね。じゃあもうね15回ぐらい言われた。全部聞こえるからね、その自責まで。僕が、うん、あと1分待ってねって、これ1分よ。あ1分待ってね。 Minute is a long time. いや、そアステルもさ、その扉越しにさ伝えなきゃいけないから、そこそこ声張ってたじゃん。それも結構聞こえてたのね。それも聞こえてたけど、まあわずかに。じゃあ、待って、もうあと30秒とか言ってたら、いや、もう無理みたいな声がずっと聞こえてきた。いや、もう必死だったからね、俺はその時は。Of course。攻防があって、で、それでね、だんだん、なんか値切りみたいにだんだんアステルが短くしてくれるの、時間を。1分だったのが30秒になって、もう一息みたいな感じで、アステル開けてって言ったら、まだあと10秒っつって。そうでも逆に10秒って言われると俺が不安になるの。えっ、アステル本当に10秒で出てこれるっていう。いや、でも give me false hope。 えっ、アステル10秒でいけるってなってきて、答えを言うとね、いけないんよね。あ、ですよ。いけないんよ。その10秒でいけるわけないの、どう考えても。いけるわけないの、そんな。そうなの。途中から10秒で。ただロベちゃんも限界やったから。俺もだいぶ限界やったね、あの時は。うん。とりあえず解放はしたんよね。こっからマジ地獄よ。いや、こっからは我々地獄だから、本当に地獄よ。地獄やったね、こっからは。お互いもなんか俺は本当に申し訳ない気持ちしかないし。アステルももう背中が語ってたもん。ああ、やだな。いや、解放してもらえたんです。うんうん。解放はまだ、でも本当にもうズボンもとりあえずかろうじてあげてるけど、あげてるけどね。ゲームはしたけど、まだそのあげきってないみたいな。いや。そうね。もう僕がその手を洗うとかまだ全然なわけよ。とりあえず立ち上がっただけだから。すぐね。漏らされたら困るしね。そうね。だからね、一つの個室に。二人が存在したんや。いや。やだわ。やだわ。どっちなわけだぞ。そんな状況なんだな。うん。で、俺も言ったら、うん。もうダメだよ。実は。もうダメだよ。アステル。もうダメだよ。で、おもむろにね、ロベちゃんはもうズボン下ろして。いや。そう。だからアステルが出ていくのを待たなきゃいけないフェーズだけど、これはね、とりあえずは。汗が手を洗って、出ていった段階でこう座るのが正攻法なんだけど、そうだよね。もう俺はでも、
無理だよと。あの人たちは俺が君が手洗う時間待てないよっつって、俺はもうあの下ろして便座に座ってた。そこからね、急にねロベルもね恥じらいが生まれるの。そりゃそうよ。嫌いでって言って。いやだって、ね、あれね、そりゃそうやで。本当にね、あのトイレ入った後は、うん、より聞こえた。お互いその音が聞こえないように必死に喋るの。ロベルのね、should start singing。ロベルの音聞きたくないってなってね。Yeah, relatable. We have a very single wall in my house, and every time we go to the toilet, you know, you can hear everything in the whole house. It's terrible. ごめんね。大丈夫よ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 。それがさ、自責にまでずっと聞こえてきて、もうさすがにもう本当ずっとした。Under the face of the people doing all that。しかもテンポ違うねんで。爆笑しちゃったわあれは。あのね、俺らもう一個戦いあったんだよ。え、知らない。そんなねテンポは笑ってて知らなかったよ。もう一個戦いがあったんだよ。引いてたあれは。ドン引きして聞いてたよ。I can imagine Ruby was sitting and cheating while Esther is just facing the wall in the opposite direction. まずね、事実を突きつけられたの、俺は入る前に。アステル、アステル早くって言った時に、ロベル、髪がない。あ、fuck。あ、fuck。アステルはもう終わってる。Another classic。それは伝えられたの、ロベル、髪がない。So I still will have to go out as for toilet paper. Oh my god.でももう俺はそんなことしないから。What a mess. 最悪、今俺財布あるから着くわ。今運よく財布あるから。You can use your socks. That's the technique. え、本当にないよ。大丈夫。使い切ったよって言われて、で、こう普通こう備え置きのがさ何個かあるじゃん。それもなかったんだよ。視覚で確認できるやつが。で、アステルもそれを教えてくれた。So depends on how lucky you are, you know. ないよって言われて。Sometimes. いや。You know, it's not dirty and sometimes, yeah. 行こう、行こう、行こう。本当にないの。本当になくて。出すしかないもんね、もう。いや、そう、でも、俺はもう座って、で、もう大きい声出すじゃん。で、そっからは、あのトイレットペーパーを探すフェーズに入るわけなの。大きい声で。大きい声でね、音をね。ちなみに、それで言うとね、僕は出るわけ。I mean, I can already tell you never go back to that restaurant ever again. That's for sure. ドアの鍵とか。The PTSD from this. Ah, そういうことか。閉めてから、あ、そうかそうか。座ればいいものを。俺だからチキンレースしてたからね、あの缶。あの缶は、あの缶はトイレットペーパーない漏れそう。あの、俺、アステルさえも見なかった。俺が普通に便座に座ってるとこを見られるかって、もう30個あったから俺は。いや。鍵が閉めれんかったね。いや、無事にね、トイレットペーパーね、発見したの。あ、あったんだ。あったの。だからお札で拭くことはなかったんだけど。あ、よかったよ。This is literally the kind of fuck situation that constantly happened to me, you know. It's like this one thing then another thing and just keep escalating and it's worse and worse. 僕はもう若干も引いて、そっかーって、もう。じゃあ、まあの、気が済むまで。本当にあの説はね、申し訳なかったと思う。俺も冷静さを失っていたと思う。席に立ったら怒られたもん、テンマに。何してんの？めちゃくちゃ高いんだもん、だって声が。テンマの笑い声も聞こえてくるからね、俺らには。やばすぎると思って。Oh, that's it. No more. What the fuck? Where's the end of the story? What happened to the toilet paper? Is there a sequel?Okay, there's a monster. Okay, well, I guess I'm just gonna assume that everything went well then. They found some toilet paper and everything went well, but okay. Yeah, that's pretty good. Not disappointing compared to how much you hyped it up. Not disappointing. That's good. Yeah, I mean, very relatable in so many ways. As I explained throughout the video, good story. Very good story. But yeah, you never go back to that place.You never go back to the streets. Yeah. Damn. Alright, that's pretty damn funny. Anyway, link in the description for the original video. Thanks for the recommendation, Alexandria. And yeah, thanks for watching. Check out my Patreon. Like and subscribe. See you next time.